皆様こんにちは、渋井真帆です。孫子は古今東西、ビジネスや戦場で生き残りをかけて戦う人々の座右の書として読み継がれてきました。古代中国の春秋時代、孫武という人物によって書かれた兵法書というのが通説です。孫子の兵法書の際立った特徴は、兵士個人の在り方ではなく徹底して組織論を説いているところです。孫子は単なる兵法書、戦争論の枠を超えた組織の運営、あるいは人間集団を率いるリーダーの在り方について深い洞察に満ちています。今回は経営者の皆様にお届けしたい孫子の言葉を12ヶ月にわたってご紹介してまいります。皆様は孫子の言葉を経営にどのように生かしますか？